どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。はいはいはい、今回のテーマソングはですね、星野源さんの恋、こちらをこのウクレレでガズレレいう簡単バージョンでやっています。この曲はですね、実はですね4年前、4年前に1回ガズレレ YouTube で取り上げてるんですけど、その時はね、ちょっとまだ歌詞とかもだって不親切だったんで、また今回ね、ドラマの再放送がなんかでやってて盛り上がってるということで、また2020年版改訂版でさらにかっこよく、さらにわかりやすくやってみようと思います。これ今、結構面白いです。これやっぱね、なんかこう、楽しくてテンション上がる方、踊れる曲ですんで、大いに歌っていきましょう。はい。皆さん、音楽始めませんか？これね、音楽聴くのはいいんだけど、聴くのもね、最高だよ。やったらわかります。もう本当に音楽やるの最高なんですよ。とにかく楽器を弾いて歌う。この弾き語りぜひ皆さん、始めてる、もう最高ですよって言ってるんですけどね。いや、やってみたいけど、私には無理だな、とか、楽器はチャレンジしたんですけど、もう挫折しましたという方結構多いんですけど、今ご覧になってくださってるガズレ、このガズレレ YouTube チャンネルはですね、このウクレレでですね、もうそのような皆さんみたいな方がね、もうどん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 弾き語り始めてるんですよ。この、ね、ガズレレでは、楽器触ったこともない方が、あれよあれよとできるプログラムがありまして、そのプログラム YouTube の中にあってね、ほら、YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料で、もうね、どんどんできるようになるんですよ。これを見ても世界中の方がもう何万人も今ウクレレ音楽始めてますから、皆さんもぜひ続いてください。ここにもうちょっとしたリンクあるんですけど、リンク先に行って、上から順番に、動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間です。行ってらっしゃい、クリック！いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1200曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中の曲もどん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 簡単にウクレレで弾けるようにレッスン動画ね、もう上げてますからね。で、簡単バージョンとかっこいいバージョンがありますから、簡単バージョンができたらどんどんかっこいいバージョンも楽しんで どんどん行きましょう。音楽聴くからやるに変えていこうということでやってみたいと思います。それでは、2020年改訂版の恋、星野源さんの恋、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、ゴー。いい隣の街がくれたら、いい色めき風たちは運ぶわ、ガラスと人々の群れ。いいなんか桜島あるだけ、ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。物心ついたらふっと見上げて思うことが、この世にいるだろう。I'm not afraid.
の香り夫婦を超えてゆけ二人を超えてゆけ一人を超えてゆけせーの星野源さんの恋ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。入門コード4つでハイパー簡単アレンジ、になっております。もちろん後半ではですねもうちょっとより原曲に近いコードを展開していきますけど、この4つでまずはこの歌の感覚、曲の感覚、リズムの感覚を掴んでもらってですね、この曲なんていうの、聞いたことあるんですけど、いざ演奏してみるとですね、結構曲の歌のリズムとかもなかなか難しいと思う。そこが面白いところですから、どんどん取り組んでいってください。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。オリジナルショートカットです。全編やりたい方、全部 やりたい方はですね、やっぱりね、今のやつ基本にして2番とかこうコード進行一緒ですね、書き足してオリジナルのノートを作ってください。でガズレレ流ショートカットバージョン YouTube で一緒になんとかできたぞってやった方、ちょっとねしばらく練習してもらったら、今度はねやっぱそれを紙に書いてご自身だけで一人で演奏できるようにして いくのがいいと思います。その後ね覚えちゃうのももう本当に最高だと思うんですけど、その時の参考になるように、いつもガズはですねこうやって画面に映してるんですよ、私のノート。でこのノートをですね、皆さん今このガズクラブというサービスが始まりまして、毎月クラブ会費660円をいただきまして、毎月5曲このノートのスキャンが、皆さんの手元に入るゲットできるという企画が始まっております。もう相当な数のご利用者さんいただいてまして、これね相当有効利用です。なんでこの恋の2020年版の楽譜も、まあ今日とか明日とか明後日とか、もうその近日中に皆さんのお手元に届けられます。まあご活用ください、そしてですね、じゃあそういうわけで見せたいと思うんですけど、今日見て2枚にわたっております。やっぱりですね、1枚に収めようと思ったんですけど、ちょっとね長くなっちゃいました。まあでも余裕がある2枚なんでね、いいと思うんですけど、これ見てよ、これイントロのメロディーで、後半のかっこいいバージョンでこれ弾きます。今やったシンプル簡単バージョンはここから始まってね、いきなり歌からなんですけど、これ後で解説しますからね。はい、そういうわけでこれ一時停止してメモってもらいたいんですけど、これ見て下にくるっと囲ってんでしょ。これ後半やるかっこいいバージョンなんですけど、これね、かっこいいバージョンとシンプル簡単バージョンで、ものすごい標高差ありますから、シンプル簡単バージョンはこんな簡単にしてて、かっこいいバージョン、ドーンともう難易度上がりますけどね。まあ一応、はい、メモっていってください。これ後に参考になるかもしれないんで、かっこいいバージョンをメモりたい方は、こんな感じでメモるといいかなと思います。一時停止でメモってくださいね。で、この下のかっこいいバージョンはもちろん後に、後でしっかり説明していきますんで、はい、A メロから B メロまで、どうぞ。これちょっと分かりづらい、かえって分かりづらいという方はもちろん動画のテロップを一時停止して書いてもらってもいいと思いますけど、はい。ね、私はこの点でね、いつもこのリズムを測ってるんで、こういうのがもしかしてね、参考になるかもなと思います。ここの点があるじゃん、最初。うん、いい営みの一泊開けて入るよというメッセージです。はい。じゃあこれ一時停止、B メロまで。OK ですね。はい、じゃあここ、サビで、サビの前半、ちょっとサビの間でね、ページが分かれちゃいました。ごめんなさい。ことたたとか、これ後半かっこいい場所でこれ説明しますけど、でここサビの後半です。はい、そして、サビをやった後にこのブリッジパート、泣き顔もここがまたなんかこう切なくキュンとするちょっと雰囲気が変わるところで、これもちろん下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンのコードですからね。これ結構だからかっこいいバージョンはなかなか濃厚なんですよ。はい、そしてまたここをやったらサビへ戻って、またサビっていうことはここの下とここ戻って、最後のエンディング、ここラスト、はい、これをやって二人を超えて行け、一人を超えて行けで終わったというのがガズレレ、オリジナルバージョンでございました。これかっこいいバージョンではね、ちょっと構成変えていくんですけど、出てくるコードひとまず今は最初に言ったんですけど、はい、入門コード4つです。今のシンプル簡単バージョン C と A マイナーと F と G セブン、これはですねウクレレ習ったその日に覚えるやつなんで、もうなかなかこれはですね皆さん、大いに歌っていきました。これでさっきも何回も言いますけど、歌の感じ、リズムの感じを掴んで、そこからかっこいいバージョンに行きましょうね。はい、でこれからじゃあちょっとかっこいいバージョンに入っていくんですけど、かっこいいバージョンで出てくるコードは今映して これが足されます。これプラスこれで、うわーたくさんあるなと思うかもしれませんが、よく見てください。これ入門コードなんですよ。全部 Am と D7 と D マイナーと E7 と Em7、 これね全部入門コードなんです。なんで私のおすすめはですね、このガズレレ必須コードっていう、このガズレレ必須コードっていうのを分かってる人はこの曲弾けるんですよ。ちょっとガズレレ必須コードは後でご案内しますけど、ガズレレ必須コードが覚えちゃってる人はこれからやるかっこいいバージョンのコードでやってみてください。
4つ弾きでもいいですからね。はい。で、かっこいいバージョンでここにリズムがね、すごい勢いで加わってくるんで、なかなか難しいんですけど、まあ、ちょっと話は戻って、じゃあさっきのこの基本コードのガズレレ必須コード、ガズレレ必須コード、これ一応ご案内しておきましょう。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思った皆さんは、まずね、このコードっていうのを覚えなきゃいけないんです。これを覚えようって一言と言ってもですね、もうこのコードの数っていうのは星の数ほどあるんですよ。とてもじゃないけど覚えられないってことなんですけど、ウクレレを始めるにあたってはね、まずウクレレにとってめちゃくちゃ便利で助けてくれるコード10個を先に覚えてください。10個覚えるだけでもいいです、最初は。でも10個もあるのかとか思うでしょ。この10個覚えておくとね、もう本当にいろんな曲できます。今ご覧になってるガズレレ YouTube で1200曲もうレッスン動画上げてますけど、8割9割はもうこの10個のコードでできるようになってますからね。だけどね、10個もあるけど、1個ずつ見たらこれも1つのコード。これも1個のコードって感じ。1個ずつ見たら簡単よ。だけどこれ 10個一遍に覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるから。私が以前めちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここでリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードの10個はこの動画を見たらもうスイスイ覚えられるんで、もう必見でございます。はい、今日はその中の 1,2,3,4,5,6 は9個だからほとんど出てくるってことで覚えちゃってください。じゃあここからかっこいいバージョンのリズムに入っていこうと思うんですけど、これが今日はですね、皆さん。難しいです、これ。これ難しいよ、難しいんですよ、これ。星野源さんの曲っていうのはもう最初にはっきり言いますけど、めちゃくちゃ難しいリズムばっかりなんですよ。そこが星野源さんの魅力なんで、なんかね、こう省略、ね、簡単にするバージョンだともう本当にさっきやった、簡単なんだけど、それ、なんかその星野源さんのあのムードを出すには、このリズムはちょっとね、やっぱ欠かせないということで、どんな感じかちょっと、A メロンとかやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。いい隣の街が暮れたら色向きやばいでしょこれ。ダッツダッツダッツダーンダッツダッツダッツ来た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 。これは基本的にはこの2つのリズムが混ざってます。8ビートのチャとカッティングです。これねすっごい難しくて、一見16ビートかなと思うんですけど、8ビートなんですよ。こう手の向きは 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 これで難しそうでしょ。ちょっと一応これ書いてみたんだよ。ちょっとこれ書いてみたんですよ。これね A メロカッティングって書いてあるでしょ。ここまずこのカタカナのとこ見て、まずここ一番最初の ここの部分を分析してるんですけど、いいとなめだね。タンとこツタッとタンタタン、これ覚えておくといいです。タンとこツタッとタンタタン、こうやって覚えてたんですよ。でこのここのところが C なの。 C とこう E7 と A マイナーと A7 ダッツクッツダッツダッツダー、はい、 C とこうダッツダッツダーですよ。はい、これをさらに分析するとこうなります。バツはカッティングですね。で C クッククック、 E7 チャッチャ、 A マイナーチャッチャ、 A7 チャッチャッチャ、ダッツツツダッツダッツダー、タッタッタ、この辺がヒントになると思うんですよね。タンとこツタッとタンとタン、タクククク、タツツタツツタータタタタ、この二つちょっとメモってもらってですね、これ口で言ってみるのがいいと思うんですよね。これはい、タンとこツタツタタツタン、やってみようかな。わかった。タツツタツクタツタンタタタ、まあこんな感じかな。これもうちょっといく。これカッティング、これがめっちゃヒントになると思うんですけども、これ以上説明のしようがないっていうところはまああれなんですけど、あのねちょっともう一回やる。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じ。次のバースもはい、このパターン、これが基本的に A メロではこのパターンですね。はい、そして後半ではでんでんでんとかこう止まったりとかちょっとやるんで、これはですねちょっと A メロを一回しやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。いい隣の街が暮れたら色めき、風たちは運ぶわ、カラスと人々の群れ、こんな感じ。カラストのところ F、A マイナー、G で止めるカッティング。これがですね、難しいです。めっちゃ難しいです。はい。というわけでですね、この8ビートのチャとカッティング、この2つの弾き方、
ここのリンクに解説動画アップロードされております。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとカッティング動画でちょっとマスターしていきましょう。で、8ビートのチャっていうのは、このこういうのはストロークって言うんですけど、ストロークの基本は8ビートというストロークです。8ビートをまずできるようになってからこの8ビートのチャなんですよね。で、この曲はですね、カッティングとのミックスがありますんで、普通に8ビートのチャが弾ける方でも相当難しいと思いますよ。これはですね、だからこそ取り組める。いきましょう。それでこのカッティングがね、カッティングっていうのはこのさっき見たけど、この左手触ってカチャッと言わせる。というカッティングと、あとね、これ、B メロで、物心ついたら、沸騰というところなんです。ここもね、カッティングでバッバッと止めたら、ちょっとやってみましょう。物心ついたらふっと見上げて思うことが、これバッバッシャキッと止めたいんですよね。これ右手で止めてもいいですよ。これでもいいですけど、左手で止める方がかっこいい。ほら、左手で右手を止まってるでしょ。これでもカッティングなんですよね。まあ今回これゆったりしてる時は右手で止めてもいいかもしれないですけど、この B メロも結構印象的で、物心ついたら飛び上げて、これダッダッダッ、これかっこいいですね。はい、そんな風にやってカッティングは多様になっておりますということでございます。はい、そしてですね、今のところでちょっと言い忘れてましたけど、ちょっと遅かったかな、この矢印マーク、これシンコペーションといってリズムがスコーンと食い込んでくるリズムなんですよ。ここをさっき、ごめんなさい、ちょっとあの順番が逆になっちゃった。A メロのところでやると、ダン、ツクツクターンってこう前に食い込んでるでしょ。こういうところで使うんですけど、サビの中がわかりやすいから、ちょっとやってみましょうか。サビの中いきますね。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいる。ここ、いつも思う。ここで、Dm の前に矢印が、いつも前にスコーンと食い込んでくる。この矢印結構出てきますんで、ご注目ください。そしてですね、今やったサビのパートで、今回めちゃくちゃいろいろありますから、ね、ちょっと頭の整理をしながら聞いてもらいたいんですけど、サビの中でですね、すごく印象的なことをやろうと思います。ノートレイ要素すごく高まりますからね。ボディを叩く。それです。ちょっと見ててね。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも。これ、わかる？二回叩くときと三回叩くときがあります。これ最初は二回、次二回目三回なんですよ。これがですね、そして、その二行目っていうか、それはそばにいることは、叩いた後すぐシンコペーションでアップですからね。もう強烈です。そして、その後、いつも思い出しての G7 のところでは、タッタッタという決めが入ります。これが結構この曲でテーマになってるんで、ちょっともう一回サビやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、タッタッタ、それはそばにいるほど、タッタトーン、いつも思い出して、ここ、いつも思い出して、ここ、タッタッタなんですよ、決めが。ふぅ、やばもれ。もう思い出してこんな感じで、ボディを叩くというのはもし可能であればやってもらいたいんですけど、これは相当脳トレなんですけど、これね、星野源さんのこの曲を聴くと、ここすごく結構印象的なんですよね。タタンタタンってやりたくなる感じなんて、ちょっと思わず入れちゃったんですけど、難しかったらもちろんちょっとこれ後回しにしてくださいよ。はい、こんな風にね、もう今回は本当たっぷり大盛りなんですけど、あともちろんね、さっきも言ったようにシンプル簡単バージョンは相当コードは変わってます。入門コードだけど、いろいろコードのね、順番なんかも変わってますんで、ご注目くださいということでございます。そして皆さん、今回は印象的なイントロのフレーズメロディーを単音で、タブ譜を使って弾いてみたいと思います。ちょっと、デモ演奏やってます。こんな感じ。ダダ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 ダ、ここもタッタッタで G7 のアップ。これはですね、今ちょっとここに表を出しますけれども、これはね、タブ譜と言います。このタブ譜というのに、これ読み方わかんないから、ここにリンク貼っとくんで、まずこの読み方わかっといて、そしたらこれ読めるようになりますから、ね、今日はここであんまり時間を割かないんですけど、まず最初の2弦0、次3弦の2、次2弦の0、3、0、また3弦の2、0。これが基本です。これが基本になってるんです。たまに、
4に伸びたりとかして、はい、それでタタタタとか、そのメロディーがいろいろ変わってきます。ちょっとゆっくりこれ見ながら合わせてくださいね。私の手と見合わせながら、ゆっくりいきます。せーの、はい、2ブロック目これ、はい、3ブロック目はちょっとフレーズ変わりますよ。ここは4、次フレーズ変わります。03020、はい、またちょっと変わります。0なだってだだだだ、ここでシンコペーションで G7、 タッタッタ、もう一回、せーの、タン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 、最後 G7 タッタッタですね。はい、これはちょっと何回も何回もここのところ今の巻き戻して、メモってね、このタブ貼っとくんでね、ここにね、はい、これを何回見てもやるしかないです。で、これがですね、さっきのあの構成で一応確認すると、曲の構成ね、今のこのメロディーを弾いて始まって、こう A メロをやってサビに行って、サビに行ったら、ここイントロフレーズに戻るんで、曲の中でも一回弾きます。それでイントロフレーズ終わったらここに書いてあるけど、2回目のこのイントロフレーズを弾き終わったら、ブリッジパートに飛んで、そしてもう一回サビやってエンディングというふうに、そんな風な構成にしておこうと思います。ということでですね、このね、星野源さんのこの恋、ガズレレ流かっこいいバージョンね、もう相当な、ちょっとこれ、難しさ、難易度なんですけど、これはですね、皆さん、聞いてください。これ最初からできる人まずいないと思います。もう、ガズも相当練習したんでね、これはね。なんで、いいこと、やっぱ提案したいと思うんですけど、まあ、いつもいいこと提案してるんですけど、まあ、パートごとに分けてゲームみたいに、マリオブラザーズをやってるようにやるんですよ。まずは A メロのカッティングからです。こういうのを分断して、パートごと練習です。次は B メロの、物心ついたら、とかこうパートごとに分けてやるんです。もうこれしかない。でサビでは、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、こうやってですね、パートごといろいろこうやって、もうアスレチックゲームやってるみたいなもんです。それを集大成していくというのがいいと思います。そしてああでも気持ちよく歌いたいなと思ったら、さっきのシンプル簡単バージョンで糸波のこう楽しく歌ってですね、それをだんだんできるとこ加えていけばいいわけですから、そんな風に構成していくのがいいと思いますね。でこの曲ってほら、なんかこう恋ダンスとか言ってありますけども、踊れるには相当なこうあの熟練の経験値がいると思うんですけど、これねできるとね、またこれ気持ちがいいんですよ。またこれがね分かってくると、また音楽的能力とかもこうグッとこうリズムのね、感覚も上がると思いますね。取り組んでいきましょう。それではですね、かっこいいバージョン、ガズレレルかっこいいバージョン、恋、星野源さんの恋、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。いい隣の街が暮れたら色の向き、風たちは運ぶわ、ガラスと思うことがこの世にいるまでも二人から、胸の中にあるものいつか見えなくなるもの、それはそばにいることいつも思い出して、君の中にあるもの距離の中にあること、恋をしたのあなたの泣き顔を黙る夜。
け。せーの、じゃじゃん、星野源さんの恋、2020年改訂版カズレレレかっこいいバージョンやってみました。もう超大盛りですけどね、これはね、なんかもう楽しいです。もう無我夢中になって、こう無心になって、こう音楽にもうズブズブ、こうもうね、音楽の波にわーって見ながらやるっていう、そういう楽しさも体感できると思うんですけど、まあまあさっきも言ったんですけど、パートごとちょっとこう分断して練習して、あ、それを後でクッとこう一つにまとめるという、こう長い道のりですけど、そういうのが積み重ねがやっぱりね、いいと思いますんで、はい、で、あのわーってなったらシンプル簡単バージョンで思いっきり歌う、これがいいと思います。はい、皆さん多い音楽していきましょう。で、この楽しさね、皆さん楽しんでおられると思うんですけど、まあ周りの方、お友達、同僚、ご家族とかご近所の方とか、なんかね、これ送れる面白いとか、こう広げていって、まあまた楽しい輪がね広がればいいなと思います。このガズレレもぜひご活用ください、動画にいいねとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。そしてさっきも言ったんですけど、このあの今映したね、このノートのあのスキャンが手に入ると、このガズクラブですけど、ガズクラブはこれ5曲以外にもオンライン限定オンラインイベントとか、その中で質問コーナーとか、もういろんなやり取り、これからガズが考えてるミラーを共有したりとか、いろいろ面白いことやってますんで、ぜひガズクラブ、ご注目ください。ガズのわがままくれ、これ現在今ね、予約受注分は完売してるんですけど、もう今月もうちょっとで追加予約注文受付開始できると思います。これはですね、今ご注文いただいてる方も大変お待たせしちゃって、もうあれなんですけど、もうあのもじゃくんがベトナムで気温40度の中、もうすごい一生懸命やってますんで、お待ちください。はい、でこれ気になる方もうちょっとお待ちくださいね。はい、よろしくお願いします。あとね、ガズレレいろんなグッズがあります。これ T シャツだとかキャップ、こういうのもありますよ。で、このいつも使ってるウクレレについてるこのストラップね、このジョイントレザーとか、これストラップ、これはね、前半に小杉さんのハンドメイドですからね、いろんなバリエーションがあったりとか、あとこれがいいんです、これ。はい、ガズレレのコンサートくらいが入るウクレレバッグなんですけど、これリュックサックタイプになってるんですよ。だけど横にも持てて、これ中にはちっちゃいポーチが入ってて、譜面台が入るポーチとか、ポーチも脱着式でついて、すごくこう機能的です。これも大好評受付中でございます。よろしくお願いします。あとはですね、アプリがあります。ガズレシピ。このアプリもですね、もう、今月中に曲がドーンと追加されて1曲ずつダウンロードできるようになりますんで、こちらの方もご注目ください。まだ、スマホに落としてない方、ぜひ入れといてくださいね。ガズレシピです。よろしくお願いします。そしてこの2つの本、リットミュージックから出てる本なんですが、今度、買いのが出て3冊出ることになりました。ただいまアマゾンで3つ揃ってベストセラー第1位をいただいております。ありがとうございます。こちらの方もう累計でね、この3冊で7万部ぐらいのそういう数になっておりまして、本当になんですけど、やっぱりね、シンプル簡単楽しい楽、この辺がねキーポイントでございます。ぜひこのリットミュージックの本なども、ご活用ください。赤い方は予約今受付中ですから、6月18日発売になっております。さあ、このいろんなもうありとあらゆるあっちからこっちからこう音楽楽しもうということで、ガズレレいつもやってるんですけど、皆さん大いに、音楽楽しんでください。やっぱりね、楽しんで自分も楽しんで笑顔になって免疫力もアップで、これがもう最高でございます。ありがとうございました。またガズレレ YouTube ご覧になってください。さようなら。